はい、今急遽撮影してるんですけど、なんと今日安田錦モンテネグロリーグデビューしました。いやー長かった。実はですね、今日アウェーで試合だったんですよ。で、結構大事な試合で降格争いしてるチーム同士の戦いということでね、まあ自分たちは今7位なんですけど、8位のチームと試合するということでね、もう結構負けたら順位が入れ替わってしまうということで、結構大事な試合だったんですけど、まあ自分メンバー入るかな入んないかなみたいな感じで思ってたんですけど、まあ準備はしてたんですけどね、準備はしてたんですけど、メンバー入るかな入んないかなと思ってて、で今日監督から西今日行くよみたいな言われて、お入ったんだメンバーと思って、もうラッキーラッキーと思って、でメンバー入ってもまあどうせ出れないんかなと思ってたんですよ。まあ案の定スタメンじゃなくて、でやっぱこのまま出れずに終わってしまうんだなって思ってたんですよ。で前半始まって、まあ2点決めて相手にコーナーでやられて 2-1 で前半折り返したんですよ。で後半始まって早々監督から西アップしろって言われて、これ来たかと思って、もうルンルンでアップしに行って、でも監督の子、監督俺はもう準備できてるよみたいな、もう俺はもう準備満タンだぜみたいな感じでアップして、監督の方ずっと見ながらアップしてたら、ボランチの人が負傷しちゃってみたいな、もう無理無理無理。その瞬間監督俺のバッて見て、西行くぞみたいな、来たーって思ってですね、ブワーしてて準備して、まあポジションが 4-3-3 なんですけど、4-3 の3の真ん中でちょっとお辞儀になって、お前ディフェンスだけしてろみたいな感じだったんですよ。監督の考えは多分もう2対1だから、もうこのまま守備固めてもう逃げ切ろうみたいな感じだったんですよ。で俺がこう準備してる間にもう1点決めちゃって、もう3対1、もうこれ守備で固めるしかないみたいなあって、俺とその負傷交代した人が代わってプレイしてたんですよ。残り25分くらいの時に自分入って、その5分後ぐらいかな、5分後ぐらいにセンターバックのやつがイエロー2枚目出ちゃって、もうレッドカード退場みたいな。残り20分くらいから10対11で戦わないといけなくなったんですよ。これでもうどうするみたいなあって、もう監督も俺の方見て、西お前右サイドバック行けっつって、小4以来の右サイドバックやらされて、まあもうやるしかないと、ここでやるしかないと思ってるわけ自分は。でまあもう行くよ行くよと思って、もう右サイドバック移って、残り10分ぐらいの時に相手のセンターバックからブワーンって長いボール来て、自分たちのセンターバックがヘディングクリアミスしちゃって、ペナルティーエリアの中で相手の目の前にコロコロコロってボール行っちゃって、もうやばいと、俺はもう焦ってブワーして、もう打たれると思って、これもブロックしないとと思ってブワーして、ブワーってもうそのシュートブロックしに行ったんですよ自分は。相手もブワー打とうとしてるんですよ。ブワーボールバン打って、俺ブワーもう俺はもう体でもうどこ当たってもいいみたいな、どこ当たってもいいんだ来いみたいな感じでバーンって言ったら、ポンって手に当たっちゃって、ポンって手に当たっちゃって、どこにでも当たれと思ってたんですけど、もう手には当たるなと。手に当たるかと。もうそういうのあるんですよ、自分。なんかもう、やらかしちゃうタイプみたいな。ペナアイデアの中で、ポンって手に当たって、主審。PK 俺やったと思って、頼む止めてくれと思ったんですけど、まあ右隅にパーン入れられて 2-1、 くっそーこれやったなとか思ってたんですけど、結果3対2で勝つことができて、ちょっとやらかしちゃったけど勝ってたからまあいっかみたいな感じで終わったんですけど、やっぱり監督にあれだけ出してほしいと言った甲斐あったなって思ったし、自分的にももう1試合も出ないで日本に帰るのはちょっとと、親に見せる顔ないなとか、もう周りの友達とかに、まあ特に親マラとかにも、見せる顔ないなとか思ってたんで、まあ自分出れてまあほっとしたっていうところもあります。で、思ったのはっていうか、まあ結構監督といろいろ話してて、もう出してほしいと、もう出してくれと、一回でいいからチャンスくれといろいろ言ってですね、まあ、出してもらった監督に、まあ試合終わった後に、まあ、シェフェって言うんですけど、名前、監督の名前、シェフェ、フバーラーって言って、フバーラありがとうって意味なんですけど、テフェフバーラーって言ったら、監督も
みたいな、もう笑顔で返してくれて、話しといてよかったなーっていう、って思いましたね。はい。話した甲斐あったなーって。今後もまた海外でやるとか、自分のサッカー人生の中で、なかなかうまくいかない時とか、試合に出れない時とかあると思うんですけど、そういう時はもう自分が納得するまで話した方が絶対いいなって、まあ学べたんで、このモンテネグロでは。まあそこは一つ、自分のサッカー人生において大きな成長だったなって感じますね。はい。まあでも、まだ25分しか出てないんで、まああと2試合あるんですけど、まあ試合に出たらですけど、チームに貢献できるように、また日々の練習から、日々の生活から、意識高く努力し続けたいと思うんで、応援よろしくお願いします。というわけで、今日の動画はここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。